ルールの注意であります。今日は5点法で行われまして、偶然のバッティングの場合には負傷者の方が PKO 負け、それから8カウント制、ダウンがあった場合には8カウント制、そして3ダウンのルールが採用されております。この試合で、田辺が勝つか、あるいは前線すれば次のタイトルマッチは田辺ができるという、そういう大切な試合でございます。白いトランクスがチャンピオンの赤バロ、そしてブルーのトランクスが日本の田辺です。日本フライ級チャンピオン、世界の WBA 第2位であります。平沢さん、赤バロ選手というのは早いラウンドあまり攻めないんですね。そうです、スローですね。そういうところから、今日の見どころはどういうところですか。田辺はね、ファーストラウンドからもどんどん打っていかなくちゃいけませんね、はい、相手を見るなんてことをしてはいかん、せっかくのチャンスですから。海老原さん、はい、昨年の7月のタイトルマッチでは赤バロ選手は1ラウンドからファーストスタイルだったんですが、今日は右の構えですね。そうですね。これで平沢さん、どっちが戦力があるんですか。私はね、赤バロはね、はい、このオーソドックスがいいと思うんですよ。はね、この間も公開練習でスイッチするとこう足が揃ったところにですね、もう4回戦ボーイの左ストレートを軽くカウンターされて尻餅をつきましたからね。高山克義と空位のタイトルをかけまして戦って、その後海老原選手、そしてトーレス選手と2回防衛しております。赤バロです。とにかく1年のうちに3回15ラウンド戦やったんですから ね、 ね、大したもんですよ。本人は年はですね、30とか31言ってるけど、もっと年取ってるらしいんですよね。32歳ですね、まあ、リングの記録、リング氏の記録を見ましても32歳ということですね。ところで海老原さんね、はい、去年の7月の試合で赤バロ選手の、おっ、はい、左が入りますね。赤バロ選手の一番武器は何だったですかね。中間距離のね、返答がすごく上手いんですよね。あはで、自分が絶対安全の武器打ってくるんですよ。あの時は海老原さんが4ラウンドですか、左手を痛めて後半思うように試合ができなかったんですが、後半の赤バロ選手の追い上げというのは鋭かったですね。スタミナもね、後半になったらすごくあるんですよね。で、ボンボン出てくるし、おっ、左を打ってきました。早いラウンドにはあまり攻めません。昨年の7月の対海老原戦でも1ラウンドはほとんどパンチを出しませんでした。赤バロです。田辺の左のジャブが当たっています。先日の公開練習でも田辺は非常にいいスピードを持っておりまして、これだけ手数が出れば赤バロにそう打たせないだろうと、そういう風な見方が強かったんであります。この第1ラウンド、左のストレートがジャブがよく当たっております。平沢さん、気が赤バロの胸に飛んでました。そうですね、これは何ですか。さっきバッティングしましたね。はは、田辺はね、リーチが短いですけれども、ジャブ、左ストレート、左フック、なかなかいいものを持ってますからね。今も入ってますね、なかなか、このラウンド。いいですね。今のところは田辺ラインですね、これ。田辺ラッシュ。第1ラウンド終わりました。5対4、田辺です。5対4で田辺ですか。そうです。こちら側が赤バロのコーナーです。フライ級では第24代のチャンピオンであります。昨年の3月に高山とタイトル決定戦を行いまして、これに勝って、防衛2回をしております。勝ったままで、1分間のインターバルを過ごします赤バロ。わずか1回高山戦でもそうでしたけどね、私はやはり腰掛けるべきだと思います。わずか1敗という長い選手生活中、わずか1敗という赤バロに対しまして、田辺の方は38年の12月にデビューして3年2ヶ月になりますが、まだ一度も敗れておりません。20勝1分けであります。海老原さん、はい、第1ラウンドをご覧になったところどうですか。まだあまり調子ないですね、赤バロの方が。田辺君はいいですね。そうですね。特にどういう点に一番いい面が出てますか、田辺選手は。スピードが今日すごくいきますね。試合は第2ラウンドに入りました。今日は放送席に海老原博之選手をゲストにお迎えしております。これは第1ラウンドをね、田辺が割にこうスロースターターの田辺が今日は非常にスムーズに出てますね、そして若干リードして、これは自分でも分かってると思います。ですから後半戦いいいでしょうね。やはりこういう大きい試合になると危険を制するということが必要ですかね。そうです、もうそれは4回戦ボールでもファーストラウンドから行かなくちゃいかんですね。
今度の田辺のトレーニングで、まあ、一番変わったことというと藤武選手を育てましたエディ・サウンデントトレーナーが約1ヶ月短い期間ではありましたがついたということです。で、サウンデントトレーナーは、まあ、細かいテクニックはそう教えませんでしたが結局リラックスムード常に田辺に笑いなさいと笑顔を持ちなさいとこういう精神面の強化に当たったわけであります、まあ、それが効果を奏しまして特にローマオリンピックで堂々とメダルを獲得という、まあ、非常に根性のある田辺でありますので今晩の試合が非常に興味が持てるところであります。田辺が自信を取り戻したでしょうね。タウンゼントトレーナー、ボビー・リチャーズ不在になって、そしてまあタウンゼントを引いたのでね自信を回復したと思うんです。まあこのエディはですね、の日本語も分かりますね。これが非常にいいですね。うまいですから。このラウンドはスイッチしてますね。時々前のラウンドスイッチしてますね。赤バロがスイッチしています。赤丸選手は平沢さん強いという感じはない怖いという感じはないんですが強いですね。強いですね。強いですよ。なかなかですね。テクニックの面でもどうでしょうか。パスカル・ペレス選手ペレスの方がやっぱり上手で入りましたね。ボディから右のパンチを当てました。スピードが違いますね。そうですね、非常に攻撃的ないいボクシングを見せます田辺。世界タイトルマッチ全勝戦、ね、伸びるようなボディブロー、あれは警戒をしますね。だんだんまあ効いてきますから、あれを出せると。まあ、できれば田辺はね、調子がいいんですから、ファイティング原田のようにもっとラッシュ、またラッシュしてほしいですね。美原さん、先ほど田辺選手が今日スピードがあるということをおっしゃいましたけどね、うん、攻撃的ですよね、非常に。コーナーに入りました田辺さん、なかなかいいボクシングですね。いいですね、まあ、これもチャンスですからね、どうしてもねこういう具合に早いラウンドから打っていってほしいですね。お客さんはやはりね、プロ根性っていうものはね、よくまあこの間も桜井ながらね、で言論戦戦わしましたけれども、プロ根性は何かっていうとお客さんが喜ぶファイトをする、これですね。転倒虫で逃げては困るんです。蛯原さん、はい、田辺選手の今晩のいいところスピードとそれから攻撃、そうですね、攻撃に細かく手数が出てますね。あれがすごくいいと思いますけどね。2ラウンドはだいぶ赤村選手打たれましたね。打たれましたね、どうですか、あの辺は蛯原さんご覧になって。僕とやった時はね、あんまり打たせなかったですけど ね、 そうですね。今日はちょっと足が動かないみたいですね。ああ、足ですね、まあ、しかしいずれにしても後半に強い赤バラであります。まあ本番とねノンタイトルでは違うけれども、それにしても田辺の方が今日は出来が非常にいいです。平沢さんは2ラウンドは5対4、5対4ですね。田辺ですね、連続取りました。タイトルマッチ前哨戦、田辺としては是が非でもものにしたい、まあ前線すればタイトル挑戦ができるということなんでありますが、しかしねこれはね負けたらね、嫌だというかもからんですよ ね、 そうですね、いろんな条件がまた田辺に勝たなきゃいかん、勝てばこれはもうアメリカのプロモーターのジョージ・パナサスさんも見てますからね、この間も桜井は中根に勝ったけれどもパナサスさんが見てですね、あれじゃあどうもその確証が低いということでファイティング原田とのまあ佐々木マネージャー考えてたけども中止になったようですね。公開練習では、小さいダッキングあるいは小さいウィービング、それから左右へのスイッチと、まあ、いろんな多彩なところを見せた赤バラでありますが、試合になりますとそう細かい動きはありませんね。そうです、まあ、前にねその高山とやった時なんかね、後半だからスイングが上手かったですよね、ほんのわずかで反らしてね、そして自分がすぐ打つと。東京のちょうど正反対、実にいいパンチが入っています。
ですよ。だいぶ動きが鈍い赤丸であります。田辺がどう攻めますか。また重要だった赤丸の顔真っ赤になりました。実によく攻めています。赤バラの足が止まりました、ね、止まりました。初めから今日は足が握ってますからね。このスイッチした時なんか特にボレーはガラ空きですからね。やはりボレーボールを集中した方が相手の戦力は破壊されますね。今晩の両選手のウェイトは共に114ポンドで、もちろん世界のチャンピオンが出ておりますのでウェイトをオーバーして出ておりますが、リミットをオーバーして出ておりますが、114ポンドと言えたらどうでしょうかね、赤バラの場合。それほど関係ないと思うんですよね。5対2でいいですね、これは。海老原さん、はい、今のあの田辺選手の左からの右のパンチいかがですか。僕ね、あそこでね、止めない方がいいと思うんですよね、レフリーは。もっと打たせた方がいい、そうですよね。これはね、そのロングダウン取られるとね、接客のチャンスをね、逃すことになるんですよ、ね、そういうことですね。そういうことになるんですよ、これはなかなか難しいところですよ。です、ね、これはもう4回戦ボーイとかね、グリーンボーイなら危ないってこともあるけども、もう100点連磨ですからね、あそこで田辺のチャンスを奪うってことも考えもんですね。そうですね、第1ラウンドから完全に田辺のペースで今晩の試合は進んでおりまして、第3ラウンドには赤バラがロープダウン。前のラウンドはほとんどもう赤バラは打ってませんからね。8カウントのダウンを期しておりまして、試合は第4ラウンドに入っております。今日は田辺のパンチはね、生きてますよ。スナッピー、スナップですね。今までの田辺選手のボクシングとは全く違いますね。これはもう初めてこういうファイトになるな、私は。ナメカワを、サウスポーをナメカワをね、ノックアウトした時は、あれはナメカワが自滅したようなもんですよ。ウエイトコントロールですかね。ウエイトコントロールできなくてね。海老原さんね、赤バラ選手は完全なファイターなんですが、はい、今日はあの接近して打つというチャンスを田辺が与えてませんね。そうですね。赤バラの方がボクシングでこう逃げるような感じですね。顔が全く赤くなりました、赤バラです。あー、やったっけ。だいぶこれは切りました、リングの中央で、うつむいております赤バラです。これは TKO ですね。血が流れました。これはだいぶひどいですね。これは TKO ですね。大体赤バラの、ね、頭は低く下げて出てきますからね。コミッションドクターが診察しますが、だいぶひどく切れました。これとなく、続行不可能でしょう。TKO のケースですね、これは。鈴木ドクターが診断しております。だいぶ深く切れました。これはやはりそれだけ赤バラの目が悪いってことです、今日はね。そうですかね。まあ、高山戦の時なんか、高山はかなり頭を低く出て行ったけれども、ああいうようなケースは見られなかったんですよ。赤バラのコーナーで薬をつけてますが、これはいいんですか。いいです、いいです。これはもう薬剤はいいです。薬剤はいいです。やられてます。試合再開です。
激しく血が流れております。打った場所がね、ええ、ほど危険なところでないですね。おでこの上でしょうね。これはまぶたとかね、ええ、これはもう筋肉にね、動脈とかそういうことに影響があればドクターは手術させるでしょうけども。タイトルマッチ連勝戦はチャンピオンの赤羽が偶然のバッティングで2対2ダウンだ。ダウンです。カウント4678赤羽2度目のダウンです。前回の3ダウン今ストレートライフのカウンターですよ。そうですね、うん、この4ダウンだと2度続けてダウンを取りました。園部全く有利に試合を進めております。全く苦しい試合になりました。赤羽です。これで額を切ってますし、あの血が目に入りますからね。まだ目に入る位置じゃないから割にいいですよね、これね。まあ、ここで赤羽もね、勇敢なところを見せてほしいですね、世界チャンピオンの貫禄に対してもね、負けるにしてもやっぱり応援やってほしいですね。この後、田辺がどう追い上げますか。しかしこれはもうね、もう策略も何もいらないです。もっと打ちまくるだけでいいですよ。後半に強いという赤羽ですが、第1ラウンドから動きが強くなっております。田辺が例の合掌カバーをしちゃいかんですね、防御はもう攻撃が最大の防御ですから、ちょっと足がもたついてますね。第4ラウンド終わりました。5対3です。田辺番組は世界に伸びる日産自動車グループの提供でお送りしております。田辺としては世界タイトルをかけましたタイトルマッチ前哨戦、第1ラウンドからうまく飛ばしておりまして、3ラウンド4ラウンドには1回ずつダウンを与えておりますが、この試合の勝者には世界に伸びる日産自動車グループから勝利者賞としてグルーパーズトロフィーが贈られることになっております。試合は終盤の第5ラウンドに入ります。赤羽の傷なんですが、ドクターの話によりますと、そう深くはないそうですね。そうらしいですね。海老原さん、はい、予想外の試合展開ですね。もうあんまりね、その無理に打ち合わない方がいいみたいですね。そうですか、見た方がいいですか。今日は赤羽は目が衰えてますね。もともと割にパンチを食う打たせる方の選手なんですが、今日の場合には2発続けて食うこともありますね。そうです、これはね、田辺のパンチがスピードがあるからですよ。スピードでです。今のようなボディブローでもね、赤羽のパンチはね、スピードがないですよね。昨年12月の2回目の防衛戦、メキシコのトーレス選手との対戦では赤羽が前半ダウンしながら後半盛り返して勝っておりますが、とにかく非常にスタミナのある選手であります。これも休み時です、なかなかね、ないですよ。32歳という年齢を感じさせません、赤羽。皮膚もまたね、若いですよね。海老原さんね、手数でも田辺選手が圧倒してますね。そうですね、今日すごく調子いいですね。ますます血が激しく流れてきました。また新しく傷を作ったんでしょうかね、赤羽選手、機械は。そうですね、ちょっとまた激しいですね。試験さえでもね、大きいとね、浅くても大きいと、血の中が止まらないですよ。
田辺選手も返り血を浴びまして両肩顔は真っ赤であります。ああなりますと赤バラの右の目にはおそらく血が入るでしょう。そうですね、入ってますね、見えてますね。それだけのチャンピオンです、赤バラ。しかし前のラウンドあたりから少し足を使ってますね、赤バラは。足はもう動いてきました。やはりスロースターターなんですね、この人は。大きく左側のロングスローをボディに打ち込んできました、赤バラ。ファインパンチですね、今中村の左はサウスポーになって左ストレート。第5ラウンド終わります。5対5です。もうセコンドもだいぶ上がってますね。そうですね、赤バロ側のセコンド陣もホイッスルはなくても出ませんからね、この傷によりまして、だいぶ慌てております。ところでデビアルさん、傷を、切った方ですね、それから、対戦する相手として相手が切った場合と、精神的にはどうですか。まず切った方はどういう気持ちになりますか、自分で切った場合。別にああいう傷はどうと思わないですね、僕なんか。あ、思いませんか、ただ目に血が入ってくるじゃないですか。そうですね、だからまあ自分で切った方が目が目に血が入りますからね、ちょっと見にくいですよね。ただ試合を焦るというか、そういうことあるでしょう。まあそれはありますね。逆に今度は相手が切った場合ですね、それはどうでしょう。あですね、そんなに考えないですね。あ、そうですかね、とは関係のないことですかね。そうですね、まあ、人によって気に入るとね、なんか打ってくの嫌になるというような人もありますよね。こんばんは、はい、これドクターはね、この傷をよく見てますね、これはもう慣れないドクターですとね、血が多いとストップするケースが多いですからね。大平アナウンサー並びに倉持アナウンサーからの連絡によりますと、赤バラの傷は血はうんと出てますけれども深くないそうです。浅い傷なんですが、ただ非常に出血が多いと、こういう傷ですね、と心配はないそうです。まあ硬いところですからね、これちょっと見た目にはこう傷が深そうですかね。特にこれカラーで放送されてますからね、黒いパンツも真っ赤になりますし。これを時々パンツでトランクスで拭いてね、またやりましたね。これは隣の方から頭を持ってってるわけじゃなくて、両方から行ってるんですからね。誠に悲惨な試合になりました。傷の診察です。まあ、ちょっと非常のケースですね、ドクターがセコンド陣の方に参りまして、まあ、ダメだとしても非常ですよね。いわゆる放置しましたね、カナダの緊張がちであります。あるいは危険を申し出たのかもしれませんね、どっかの勧告によってね。ああ、まあ、しかし1回2回
3回のダウンを奪うまでは一方的ですからね。そうですね、やむを得ないですよ。これね、挽回しようと思ってもね、これはもうますますこの出血が多くなるだけだし、凄惨な感じを与えるだけですからね。まあ、傷は浅くても見た感じではね、KO を取りますか、あるいは TKO を取りますか。とにかく田辺選手の勝ちでございます。ドクターがコーナーの方に参りまして、マネージャー、トレーナーに聞いて、おそらく危険ということになったんだろうと思いますね。これはもう赤バロ側が、コミッションの方では TKO を取りました。第6ラウンド2分22秒、田辺選手の TKO 勝ちであります。それで文句のない田辺は挑戦権を獲得したわけです、ね、ただ問題は東京でやるか、ルナパークに来いというか、それですね。ブルーバードトロフィーが勝ちました田辺選手に贈られております。まあ、とにかく、しかし地球の裏側からですね、完全とこの寒い日本へ来て、そしてチャンスを与えた、これは私はね、その赤丸にも感謝しなきゃならんし、立派ですね。赤コーナー、赤丸側の